はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今日はチャレダンレベル9行ってみたいと思います。でプラス9ですけども、アルテミスと風神合わせて使ってみたら強いんじゃないのかなと思ったんで、まあ、勝てるかは分かりませんがやってみたいと思います。攻撃力順だとそんなに来ないか。まあコンボ強化2つありますから、そんなに火力、あでも結構高いな、2600もあるか。ウェイがないからね、まあにしても強い気がしますけど、このパーティーで行ってみたいと思います。スキルが貯まるかは分かりません。頑張りましょう。あやっぱり回復はたくさんありますね。うわーもうこいつ嫌なんだけど、見たくないんだけど。ハーマルちゃん回復ロックね。毒ワンちゃん弾けるけど、ここで倒せることに越したことはないですよね。で、まあ、あわよくば弾いてくれってことでいきます。 7.5 秒ね。まあ落ち込む先輩頑張ってくれるんじゃないかなきっとね。さあ倒せればいいんですけど、火力自体は結構出ると思うんですよね。どうだ、よし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 。でも敵のステータスが上がってるって可能性もありますので、あんまり油断はできない。おいお前かよ、これやばいな。回復も降ってきやすいんで耐久はできると思うんですけど、こいつはねトラウマもんですからね、僕にとったら。トラウマ勝った HP どうなっとんのこいつ、おかしいやろ。100ぐらいあるんじゃないこれ。ちょっと運営さん調整ミス、これ光ないから頑張ってちょみたいな感じ、それとも予具使わないでちょって感じ。僕のトラウマダンジョンですね、間違いなく。さあどうだ、あ普通に貫通できますね、よかったよかった。3回です。万人強い、え強くない、普通4万もあったっけ。軽減して4万ですから、一旦だけ回復とかして貯めましょうか。スキル金具弾貫通せずに貯めるのもありでしたね、きっと。スキルがねたまんねえんですわ。せめてね英雄は貯めたかったんだよね、怖いから。フレンド封じにすると HP が少し下がるんで、まあ、そこが不安だったんでせめて貯めたかったんですけど、まあまあまずは内容知らないとね。はい、盤に落ちました。ドロップ結構おいしいですね。リファイブ、あなたはねもう怖くないんだよ。あでもなんか強えな、捨てがめっちゃ上がってるやん。光ないからってね調子乗りすぎたらダメよ。まあ多分倒せますきっと。で次先生なければ大丈夫かな。リファイブ落ちます。あまだあるか。5回がデモンハダル、これはもしかするとそっちか、半減はきついやろ。そうか裏ですよね。でも倒せばこの合体した状態で落ちるんで美味しいキャラクターでございます。見返りはあるんだよねこいつの場合。ただ捨てがどんだけ上がってるかによるんですよね。あ全然強くなかった、しかも落ちないっていうね。おっとおっと、火が消せなくなりました。ガイアさん究極ですね。しかも進化後が落ちるやったぜとかいう場合ではなくて3ターンなんだ。エンハも溜まってないからな。まあでもいやどうだろう、水だからな今回な。まあとりあえず殴ってはみますか。まず変換とかせずに殴ろうかな。どうしようかな、消せないんだもんね。根本的にコンボ数が減っちゃうよね。でこの消せないのが終わるタイミングで殴ってくるっていうのがめちゃくちゃ怖いと。絶対なんかあるから、とりあえずスクルドでも使ってみますか。スクルド使って、443で行ってみたいと思います。火もないしね。どうしようかな、
いつもみたいな分割して間に合えばいいんですけど、ちょっと間に合う自信がないぞ。あ、間に合ったぞ。これでワンパンできればいいんですけど、なんかこれもまた行動ターンが変わるみたいな、そんな感じ。あ、あ、そういう系か。なるほど。積んだんですかね、これはね。火が消えないっていうのがね、本当にね、落ち込みが発生しにくいということで。なるほど。銀地を使って、コンボカさんからのアルテミス。あ、消せるは消せるんだ。そうかそうか、変換はできるんですね。いやでもこれ厳しくない？列がどこに多いわけでもないし、やっぱウェイ組みたいんですけど、ウェイ組めるほどドロップないんで、どうしよっかな。まあこんな感じになるよね。これで落ち込ん次第ってとこかな。さあどうだ。アストレイミストかなんか、てかジュリを普通に組み込んじゃえば勝てそうな気はするわ。多分ですけど。じゃあ、まあ、とりあえずガイアさんが何してくるかだけ見させていただきましょうか。究極ガイア初めてだよね、多分。さあ、何をしてくるでしょうか。エナジーリフなんたら。わーお。割合ですか。魔法石5500あるって面白いよね。インドラとかあったらワンチャンあるかもしれませんね。まあでも安全にジュリー入れていきましょうか。銀千代さん抜いていいかな。さあ頑張りましょう。ここは全然問題なかったし、さらにキラーが入りますので問題ないと思います。実際どうなんだろうね。キラーが入ればジュリは火力出るんですけど、ないところはやっぱ銀千代さんの方が火力出ると思うんで、そこの差ですかね。はい、よし。でキングタンで少し貯めたいんだけど、まあ、彼は彼で怖いんで、あ、気球臭か。気球臭はまずいですね、これ。スクールド使って、まあ死ぬよりかマシなんだけど、吸収、あ、そっかそっか、運ゲーなんだ。ここ運ゲーか。若干火力アップかなんかしてきたはずなんですけど、耐えれればいいんだけどね。あ、でも回復した。なんかさ、ほらこれしてくると思ったんだよ。で降ってくるんだよね。これはおとなしく一回撤退した方がいいですね。いや、ハマルちゃんね、本当にね、なんかね、難しいんだよね、倒すのが。まずこの運ゲーがありますから、まあでも今回水と木しかないんで、だいぶ、そこは楽なんですけどね。だが、倒せるとは言っていない。ちょっと今回水が少ないんで、怖いですが、降ってきましたね。よし、OK。ジュリーが、あと2ターン、溜まりそうですね。さあ、ここですよ。良ければ耐えてほしいんですけど、火力が怖いんだ、こいつ。あの HP ですから、火力もだいぶ上がってるんじゃないのかなって思うんですけど。これでは貫通できません。これやばいじゃん。てか、変換色多いんだって、お前とプレドラ。ダメージを見て、ダメージを、自分が与えたダメージをちゃんと確認して。回復間に合うかな。あー、やばい、これやばい、やばい、こいつ。だから1回で吸収をまず逃れて、なおかつ2回で貫通できる盤面を狙うっていう、もしくは回復変換されないっていうね。なかなか1回目うまくいったんですね。こういうことあるよね。なんか、一番最初が一番うまくいきました、みたいな。特に僕の場合、すごいこれが多いですね。でも、勝てそうだから頑張ります。まあ、スクルド使いましょうか、ここは。仕方ない。貫通もしくは回復の落ち込ん。あ、これはまさか。アビスちゃん。
落ち込ん頼んます。はい、ありがとうございました。いやマジ最初何があった、なんで貫通できた、あれこのコンボで。ここにさらに落ち込んが乗れば、あ、これはいきそう、やっと。オッケー、よし、やっと進展あり。3回です。万人懐かしいな、もはや。ここでじゃあ、まあ、適当な回復とかしながら、でまあ多分倒せると。おーっと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 、大丈夫、弱いですね。まあ、ジュリが溜まってればなんとかなると思うんですけどね。リファイブくんが出てきます。こいつも特に問題はない。あとは本当にガイアまで行けるかどうか。この次はデモンハダルくんなんで、まあ、大して問題ではない。倒します。さっき耐えなかったんで多分ワンパンいけると思うんですけど、どうかな。多分大丈夫なはず。よし、落ちた。これは持って帰りたいですね。はい、こんにちは。ちょっと待って、話が違うじゃないか。炭だよね、こんなん。変換したところでこうなりますから、これはさ、炭ですよね。お前もランダム要素あんの？じゃあもうインドラ貯めるしかないのか、これ。インドラ貯めてなおかつ、ジュリが必要っていう。はい、ニャルラとホテポをつけたいと思います。こいつ早いよ。7ターンで打てますから、相当早い。キングターンでもうなんなら、ウェイトが組まずに、イチャイチャしとけば、スキルも溜まると思うんで、頑張りましょう。よし、これ多分貫通できるんで、 OK。 そしてあと1ターンなんで、これはもう勝ちじゃないかな。どうかな、まだ分かんないけど、とりあえずできる最善のパターンではありますよね。ここでとりあえず耐えていただいて、1回はね、もったいないんで、貯めるものもないですけど。で、まあ、普通に組んで倒しますと。あー、繋げてしまったけど、まあ、万人だから大丈夫だよね。あとはそうだね、リファイブとデモンハダルでパズルミスト欠損がなければってとこです。まあ、アルティミスもあるし、最悪の保険はありますね。はい、倒しまーす。OK。あとは次の盤面。大丈夫そうですね。これは勝ったでしょう。ちょっと1、2回、あとはボスが運ゲーでしたけども、なかなか新しい感じのチャレダンではありました。今日はなんかね、そう、カルシウムがね、きっと足りてるんでしょうね。イライラしなかったね。イライラしてたら、普通もうめっちゃカットしますからね。今日はなんならずっと喋ってましたから、まあカットはしてると思うんですけど、今30分撮ってますけど、ずっと喋ってる勢いでしたね。よし、落ちたんで勝ちましょう。風神溜まった、ついに。水属性。それなら火属性が良かったな。じゃあ、これ打ちます。ハイオルコントン。これ使って4ターンになるんで消せるようになります。まあ、エンハンス欲しかったけど、ジュリがあれば大丈夫じゃないかな。じゃあまあ、どうしよう。じゃあスクルドで倒す感じで、よし、治りました。でここで風神使ってヘイストしてスクルドが溜まります。とりあえずこの盤面見ようか。スクルド盤面見て、良さげですね、良さげですね。アルテミス使ったらさらに減っちゃうんで、ここでジュリー使って倒します。ほんとね、盾張ってないだけが救いだね、このガイアは。威嚇も
防御軽減も効くんで、じゃあいつもの分割でいいかな。こうしてここに回復をこう持ってきて、こんな感じでウェイ3つ。これは文句ないと信じたい。やりました。運ゲーです。落ち込んどかな運ゲーじゃないんだよ今回は。敵のその変換してくる量だったり色だったり、あとは属性吸収だったりね。美味しいねドロップね。キングタンに万人に進化後デモンハダル、そして進化後ガイア。進化後ガイアうまいな。はい、ということで、以上でございます。なかなか大変でしたね。まあでもこのパーティーにも全然勝てたんで、難易度はそんなに高くないんじゃないかな。編成難易度は高いですけど、よかったら風神アルテミスやってみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。